クリスティアン・ガブリエル・ロメロは、アルゼンチン・コルドバ州コルドバ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、トッテナム・ホットスパー FC 所属。アルゼンチン代表。ポジションはディフェンダー。地元 CA ベルグラーノのユースチームから2016年にトップチームに昇格。同年のコパス・ダメリカーが2016にも出場するなど、有望株として注目を集める。 2018年7月、ジェノア CFC への移籍が決定。10月21日のユベントス FC 戦で、セリエ A 初出場。同月28日のウディネーゼカルチョ戦では、移籍後初ゴールを決めたものの、退場処分も受けた。しかし、その後は最終ラインに定着し、ユベントスがロメロの獲得に興味を示していた。そんな中、 ジェノアは2019年2月22日に2023年までの契約を締結した。2019年7月12日、ユベントス FC はジェノア CFC と3年間で2600万ユーロを支払うことによるロメロの獲得に合意したことを発表した。スポーツ面の業績に基づく最大530万ユーロのジェノア CFC へのボーナス支払いにも合意した。 ロメロとは2024年6月30日までの5年契約を結び、2020年6月30日までは、ジェノア CFC へ期限付き移籍。2020年9月5日、アタランタ BC は2年間の期限付き移籍で、ロメロを獲得したことを発表した。アタランタ BC は、買い取りのオプションを保有している。来期のチャンピオンズリーグ出場権獲得となるチームのリーグ戦。 第3位、国パイタリア決勝進出に貢献、同シーズンのリーグ最優秀 DF に選出された。2021年8月6日、アタランタ b c は1600万ユーロで買い取りオプションを行使した。同日、トッテナムホットスパー FC へ移籍することが発表された。2017年に韓国で開催された FIFAU-20 ワールドカップに、 U-20 のアルゼンチン代表として出場した。2021年6月3日、2022FIFA ワールドカップ南米予選のチリ代表戦で代表初出場。6月8日のコロンビア代表戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。